その後の彼は週1回ピッチング30分の調整を行いました。オフシーズン中にクオメソッドをすべて合格。2008年から現在にかけて週1回バッティング30分、ピッチング30分の調整を行っております。自慢のジャイロボールと制球力から4年生では上級生の試合で投げることもあったそうです。6年生になって体も大きくなり、ため、キレ、球威がさらにパワーアップしてきました。現在のチームではエースで4番バッターを任されています。足を上げてから動きが止まりそうになっているのは、今回のコーディネートで右足に体重を乗せるシーンを強調しているためです。実際のゲーム用のピッチングでは、さらにスムーズで躍動感のある動きになります。